ははい、いこんにちはアサンジュローですえー、っと今回はねえー、っとね私こ先月7月の18日まであの糖尿病の教育入院しとったんですけどでそのあとあのもうお金払わんンあきません退院入院のねあれまあまあええなんぼ工学医療やと言いましてもねまあまあええねえで、えー、何倍高いな。 78万 ?7 万 ?6 万 ?7 万なんかまあまあ永遠に払わしてもらいましてほんで言うて月末ですやほんで心臓の病院とほんでまた8月の係に持った糖尿病の診察というのでもう病院代がもうパッコ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 ありまして苦しい苦しいでねほんでおまけにね ほんまにもう何弱り目に当たり目みたいな当たり目はやいってはそれはいいんですけどあのー、摂政なことありましてね摂政関白牙城大臣みたいなねまあ、それはいいんですけどそのー今回はねなんぼ病院代かかったんやいう話をしたいと思いますえー、っとねちょ入院代ちょっと忘れましたわあのー 6万から8万の中、なんかそんな感じやと思います、はい。ほんでね、その後、ね、あのね、心臓の診察があってね、それがね、なんぼかかったかというとね、これやね、えー、心臓、心臓内科というんですかね、外来領収書、えー、これがね、3410円。 円でしたこれ今回はね検査が、あのー、いつもはね、あのー、何しますの血圧全身の全足とか手の血圧測ったりね心電図測ったりやれレントゲン取ったりあるんですけど今回はその採血だけやったんでねまあまあお安い3410円心臓ほんでからね、えー、糖尿病の診察ね えー、これがね3000と、えー、び10円糖尿病が3000とび10円ほんでえー、っとね、えー、呼吸器内科これはあの無呼吸のやつですねこれはあのこれは何やろう何代かな、えー、めちゃくちゃ安いですよ110円 <laughs> 安うみたいな無呼吸110円でここまでで診察代でしょほんで お薬お薬がね心臓がねこれ何ヶ月分やろ何ヶ月分がちょっと忘れましたけど3190円、えー、3190円多分3ヶ月分ですかね 3, んか1つ1000円ぐらいですか3190円でから、えー、糖尿病のお薬が3920円なんで糖尿の方が高いねん話やねん。 なんで糖尿の方が高いねんって話3920あれなんか心臓安くないですかなんか心臓いつもねごっつい心臓はね病院と薬代だけで1万円ってイメージあるんですけどえー、6000の場合7000弱やもんねなんか安いねえー、ほんでねこれをね全て足すとねなんぼかっていうと、えー 心臓の病院が3410円、えー、糖尿が3000円、呼吸器内科110円、お薬代が3190円の3920円、1万3640円。されど1万3640円いう話でね。これ結構もう月末やったんでね、あのー、ほんま、マジしんどかった。はい。へへへっていうことで。 何が言いたかって言ってねあのそれは、まあ、しゃあないですよね病院代ねいっ、まあ、一時はねお薬代も払われへんかった時期がありますんでね、まあ、その時を考えたらちゃんとお薬、ね、あの薬,薬ももらってることで、まあ、それはそれはちょっと進,進歩しました優秀ですよほんでねえー、っとねでね何が痛いってね何が殺生やいてね 摂政大臣何が摂政を得てねそのあれですねあのー、生命保険私かけてる話もさせてもらってますねけどそれがね入ってこないんですよ本来でしたらねあのー、だいたいね早くてね申請して2日後ぐらいにねまあ2日はいいですがど3日後め3日後には絶対入っとったんですよで今回も そこはもう安直に思ってたんですよまあ言うても3日後入ってる,ってるやると。と思とって余裕かましとったらね入っとらんすよ。ええー、よ。まあ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 思ってねそう思とったらねもう3日後4日後ぐらいにこのお手紙来ましてねある,あるところからね共済、えー、金ですわこれ国民共済やね全労災とかやね。 共済金のご請求に関するお知らせと、えー、心よりお見舞い申し上げますと、えー、平素はどうのこうのありがとうございます。さて、先般ご提出いただきました共済金請求書類を、当会にて受領しました。7月,なんか7月21日に受領し私も即達で出しとるからね。えー、したが、 えー、2020年6月,28日6月28日に口座振り替え予定だった共済掛け金が振り替えできなかったため現時点ではお支払いの手続きができない状態となっております。つきましては別でご案内しておりますように次回の掛け金振り替日え日、ー、2020年7月28日にはこれまでの掛け金と合算して 振り替えさせていただきますが、共済金の支払いは、お支払いはその口座振り替えを確認した後に手続きさせていくことを予定しております。現金振り替え部約2週間程度要します。で、め、ね、えみたいな。<laughs> 私ね、自慢やないですけど、いや、自慢ですけど、いや、自慢じゃないんですけど、その、何しますの。ちゃんとこの生命保険金のお金をね、綺麗に払ってないんですよ。 あのこのね国民共済全労済はね4ヶ月ぐらい待ってくれるのかな4ヶ月分ぐらい貯めても全然 OK なんですよあのいや次払ってくれていいですよいう感じなんですねその他の生命保険も言うても1ヶ月遅れは全然 OK なんですよだから私1ヶ月遅れとかも普通にしとるんですねあののだからその そのね、あのー、あれやと思いますね。あのー、すみません、ちょっとあれになった、そのね、かっかえ、カニあいやと思うんですね。だから、この、共済金、国民共済については、あのーまあ、そういうことやん。私が払ってんのちゃんと言うてきておりまして。あなたが払ってんから、あのー、何この保険金払いませんで,で、ちゃんともう、早々に言うてきてますやん。なん 他の保険会社はどないやねんって話でそこも待てど暮らせど入ってこないんですねいまだに入ってきてないんですよでねこの前電話したんですよ昨日かな電話したんですよほんならねあのそれもしかしてね保険金入れへんの何私があの支払い遅れてるから一回遅れやからもしかしてでそな言うてきた保険屋さんありますやいって話したんですねほんならめっそうもございませんってねあの 当社、当社って言うへんねん。要は、その今コロナがめちゃ流行ってますやん。コロナがめちゃ流行ってるから、その、審査、査定、査定もまだできてませんねんと。だから、誠に申し訳ない。もう、コロナのあれで忙しいで、査定できてませんねん。だから、もうしばらくお待ちください。それ、ほんまでっかいで、よその保険会社、あなたの支払い悪いから払えへんって言うてますやいで、めっさうもございません。 もう何、そんなことはしませんってえない言いよるんですけどね。絶対これ支払い悪いからですよ。っていうことで、あのー、ちょっと今、ちょっと一旦止めますわ。すんまえあ、すんまえっていうことで、あのー、まあそれだけなんですけど、要は、なんちゅうの病気したらタコつきますせっちゅうのんと、 あとまあ実際私どんだけ病院代かかっとんねんちゅう話とあとなんちゅうの支払うもん支払っとかんともうどうやらみんなおうでちゅうことでした。はいということでいつもありがとうございます。いすみません失礼します。